どうも皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース2イニシエの封印実況していきたいと思います。ガラム国王を追いかけて戦争を止めようっていう話でしたね。で今回からジッポが仲間になってます。弱いよねジッポ。でこれどうもねショートナイフ射程1みたいなんですよね。近距離武器でした。どうすればいいんだろう。さて敵の能力を見ていきましょう。ガラムソルジャー、ガラムアーチャー、この辺は変わりないんだけど、ガラムナイトがねさっきのステージではボスだったんだけどもう雑魚になり下がってますね。でガラムメイジブレイズと、でこっちには特に何もなくて新しい敵がいるんですね。最後に見てみましょう。ガラムソルジャー、ガラムソルジャー、ガラムメイジにプリスト。ガラムなんとかじゃないんですよプリスト。えらいほっこりしてね、エビソンみたいな顔してるけど。攻撃力は意外と高い、殴りビスみたいな感じですね。じゃあやっていきましょう。まっすぐ下に降りればいいね。最近ねシャイニングフォース2をプレイするとねすごいリラックスしちゃうんだよね。でリラックスしてしまうと人ってどうなるかっていうと眠くなりますよね。まあそういうことですと。はい、収録がねだいぶ時間空いちゃったんでまたね、おう反撃や、全然弱いやん。もう敵じゃないな、カズマちょっと後ろの方で待機だな。この辺大丈夫だろう。まあ、だいぶねその収録合間が空いちゃうんでね、あカズ狙いだ。どうなる？いたー！連撃だったら死んでいた。あ、来た。しかしそのおかげでジッポ君の攻撃が初陣よ。どんなモーションなんだろう。あ、しょぼい。あ、いいねいいね。2ポイントのダメージ。ネズミキャラ好きなんですよね。ジッポ君には活躍してもらおう。物語にねがっつり絡んでくるタイプのキャラだと思うんで頑張ってもらいましょう。うん、近距離しかできないからな。ネズミキャラいいよね。キングダムハーツの王様とかさ言っちゃうけどミッキーマウス的なね。はいはい、よしヒールだ。いや一発で死にかけたぞカズン。あれ武器変わってんね。武器変わってるよね。すごいすごい、武器装備変えたら見た目も変わるぞ。細かい細かい。シャイニングフォースは2になってとても進化したね。初代でめちゃめちゃいいゲームだったのに2になってもうなんか満足することなくさらに進化を遂げる素晴らしいゲームだと思います。さて、ヒューイ君はランス装備してこの攻撃力で一回やってみよう。どんだけ持っていくか。うりゃいいね。3か。3は厳しいな。これジッポが先に攻撃できるから。いや待て待て待て、カズンで殴って、カズン攻撃力何本ある？12か。12ならいける。これで1か2ダメージ与えてジッポでとどめを刺そう。クリア！よしナイス。いいねいいね、幸先がいいですよ。さてボーイ君はここで待機することによってやつの盾になる。うわー、ヒューイーって言って5点でしょ。うわ6点か。いやブレイズは6点か。やべ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 。またじゃ。いけていけていけ。まあ、でもヒューイは体力高いからな。やべえ、ヒューイ。ああ、よかった。どうせ1か2でしょ。いた。地形効果か。いや、それとも反撃はダメージがちょっと低めになるのかな、判定的に。そんな気がするな。さて、ああ、また。くそー。サラちゃんのヒールで。いや、待て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 。これは、下に移動して、ヒューイ回復だ。やべえな。てかジッポ遅くね。あれ素早さあるキャラじゃなかったんでしたっけジッポさん。さてまあ機動力が高いからな、とりあえずここで倒してもらって。へい、ナイス。ジッポちょっと弱すぎん？もうちょっと頑張ってもらうな。さて、あ大丈夫大丈夫。さてこっから3回してとりあえず先にメイジを倒すぞ。先にメイジを倒したいんだが、じゃあジャジャ君でこっち防御してもらって。じゃあじゃあなぁ、機動力はちょっと機動力に流れって感じやからな。まあそうだろうね。ボーイ狙いな。ボーイ体力高いな。ボーイスパッツがピチピチ、すごいスキニーじゃ、大スキニーじゃそりゃ。さて、魔法のブレイズレベルに打っちゃうかこれ。ガラムメイジを先に落としときたいので、そりゃ OK。 6点ぐらいならヒューイ君が削ってくれるでしょ。ヒューイ持ち物じゃん、持ち物装備か、持ち物装備でランスのままでした。じゃあ戦ってお面逆につけてるガラムメイジを攻撃。絶対お面逆につけてるよね。定規逆ですよ。それとも第三の目的な。
だとしてもよ、まあ黒魔術とか言うてるぐらいやからな。中2が、お、よかった、ヒューイ狙いだ。カズンとかじゃなかった。近距離のランスってなんかちょっと、ランスってね、スピアか、ちょっとダサいよね。さてどうするかな。まあガラムソルジャーでしょ。削れ、ナイス。あ、あと1や。これは MP の節約にもなるし、なんならジッポが倒しちゃうよ。ナイスジッポ。はい、オッケー、レベル上がるでしょ。まあ、レベルちょっと低いからな。 HP1、 攻撃1、防御1、素晴らしい。ジッポちゃん、まあまあこれから、これからまだわかんない。3のペンだってね、後半は後半だいぶ強かった。ペンコとかね、うん、ペンドルフとかね、後半結構強かったから、でいかにその愛情を込めて育てるかなんですよ。うん、初代のアダムとかもそうだったから。さて、じゃあ魔法の、いや、どうしようかな。回復してあげるか。誰回復する？カズンか。カズンだな。魔法ヒール。カズン。5とはいえね、やっぱ体力が少なめなんで。一気に持ってかれる可能性があるからね。会心の一撃2連発とかだったら持ってかれちゃうからね。さて、ジャジャ。ジャジャはガラムアーチャーに攻撃。ジャジャ！よし。やっぱ戦士だよね。やっぱ時代は戦士ですよ。さて、どうすっかな。魔法のブレイズレベル1でガラムナイトを燃やす。で、ヒューイでガラムナイト攻撃して、いや、ボーイでいいか。ボーイでガラムナイトを攻撃して、3か、3はいけるか？微妙だな。ヒューイはこっち攻撃だ。いけ！うわっはは！1か。あの1じゃあ、届かねえわ。そう。頼むぞ、ジッポ。地形効果高いところ、どっちも一緒だ。頼むぞ、ジッポ。3いけよ。3いけよ。はい！よっしゃ！ぴったりや。すごい姫プレイ。ジッポ、お前守られてるぞ。あんなにやる気満々やったのに、自分のせいで戦争起こったっての分かってんの？さて、ジャジャ君ちょっとレベルが低いけど、ちょっとね、魔法使いのサラちゃんに倒してほしいな。あれは攻撃方法がない子なんでね、こういうところで経験値を稼いでおかないと、ちょっと序盤は厳しいかな。いや、これジッポ君に倒してもらってもいいかな。どうすっかな。ジッポに倒してもらおうか、せっかくなんでね。姫プレイだ、完全に。最後の一撃だけ頼ますよお嬢みたいな感じで屈辱だろうな。正義の大盗賊ともあろうものがプリスト攻めてくるやん。全然攻めてくるじゃん。さて、ボーイ君硬いんで、ボーイヒューイが硬いんで、もうだいぶ前の方行っちゃいましょう。大地来るか、来ない。さあ、ジッポのターンが来た。いけ、破壊しちゃうよ。いいね、4点。レベル7、 HP1、 攻撃2、防御1、素早さ1。よし、攻撃2やだった。 OKOK。 この調子でどんどん成長してほしいものだなと。さて、ブレイズが怖いんで、ちょっと分かるところこんな感じで来るか。来た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 。よいしょ。全然よ、やっぱ向こうの方がかっこいいな。戦士としては向こうの方が見た目上だな。さて、じゃあブレイズのレベル1をガラムソルジャーに。意外とブレイズのレベル2を使う機会がないですね。で、プリーストが、あ、プリーストが意外と攻めてこない。さてさて、ヒューイクのターンが来たが、どうすっかな。あんま前出てもあれなんで、ここでスピアに持ち帰るという謎の選択。そしてガラムソルジャーを削れるか。あ、倒しちゃった。まあしょうがない。あ、レベル上がった。うん、 HP2 か。HP 伸びるね、ヒューイ君。防御力とか伸びてほしいんだけどな。さて、ボーイどうするかな。一回ブレイズ食らってあげたいな。食らってあげたいなってなんだ。あ、殴られるのもちょっと怖いな。この辺の待機だ。結局回復してもらわなきゃ。さて、ジッポは、まあ大丈夫でしょう。動かないね。プリース死んじゃうよ。じゃあ、ヒールで、ボーイを回復。さあどうする。プリースト倒したら多分終わるでしょ、これ。一気に行くか。釣り出そう。釣り出さなきゃ。釣り出さなきゃ。
ちょっと下がるんだ。で来ないんだ。ほら出てきてやったぞ。さてこれが最後のヒールよ。精一杯働きなさい、命尽きるまで。これでサラちゃんの言葉に奮起したみんなが頑張るわけやな。なんかこっそりレベル上がるよねやっぱり。さてじゃ来るか。来ない。全然来ないじゃん。来た。この夫人よ。これが我らがシャイニングフォース。来た。ヒサロがよいよ。肌の色がすごい。わあ出た。ほんでもってナメプよ。ナメプパンチよ。じゃあ回り込んでガルンメイジに攻撃。はい。いいね。ぬるぬる動くね。いいゲームだ。どうすっかな。10歩でプリースト攻撃。いきました。やらか。守る気ゼロだもんな。さて、ジャジャでガラムメイジを攻撃。ジャジャの攻撃、息の根を止める。この斧の一撃。レベル上がった。1ピーチ攻撃時防御率が上がるし。1ずつだね。まあまあ、しょうがない。基本的に1か2らしいんでね。まあ1上がりゃいいでしょう。おっと道を塞ぐんですね。でそろそろ防衛がやばいけどまあ大丈夫だろう。さてどうするかな。この1でいっか。戦うのランスに持ち替えよう。でガラムソルジャーを攻撃。よいしょ。であと3なんで、どうするかな。3なのでジッポにとどめさせてもらおう。でこっちは削る。もしもし燃えますよ。マフラーみたいな燃えてましたよ先輩。あ自分回復ですね。これはありがてえ。よーダサダサすぎるだろ。さて削るか。多分削りぐらいになるはず。よしよしよし。ナイスナイス。さすがに倒すってことはないな。よし来た。やべジッポーやったな。おいジッポじゃ倒せねえわ。じゃあ下のやつ誰かに倒してもらおう。うわ動けねえな。攻撃すればよかった。そうじゃあ戦士対決を制すんだ。鎧の隙間に斧を貫き通す。さすがやな。あんなガチガチに固めてても斧通すんやもんな。さすがやっぱ戦士の血筋は違うな。さて全力のブレイズを魔術師じゃねえよ。プリーストに放り込んでみましょう。ハウエル様の恨み。やっぱハウエルを襲った張本人たち言うてたからな。カズンがそのハウエルの恨みがどれだけ前何パート持つのか気になるところではあるが、さて全滅したぞ。お何事もなくちょっと探索してから行こうぜ。さあ意外と人がいないイール村にやってきました。そういう名付け方なのかな。ガラムとグランシールじゃいよいよ戦が始まるそうだぜ。俺はこの村に住んでてよかったな。やっぱり平和が一番だよな。話が若干変わってんね。ちょ全員聞いていくか。でお兄ちゃん兵隊に追われてるんだね。ひょっとしてお尋ね者なの。すごいな、こんな田舎なのに情報が早いですね。お尋ね者だよ。この前ガラムの軍隊がハウエル様のところへ向かって行ったんだけど、あ知ってるんですね、あんな辺境の地なのに。その後ハウエル様を見た者がいないんだよ。誘拐されたのかな。誘拐とかそんな生優しいもんじゃなかったで。やれやれ平和だと思っていたらいきなり戦争かい。まあ私らには関係ないけどね。そうだね、ここは戦火が及びそうにないからな。お前さんグランシールの人じゃな。だったら悪いことは言わん。国へなど戻らずこの村に残るがえ。人口を増やそうとしてきやがる。一気に 50% ぐらい増えるぞ。国同士のいさかいなど何の足しにもならん。命を削るだけ無駄というものじゃよ。そうやな、このおじいちゃんは戦争を経験してきたから言ってるんやろうかな。この村の嵐の日から嫌な予感、この前の嵐の日から嫌な予感がしてたけど、まさか戦争がおっぱじまるとはね。ああ、桑原、おっぱじまるっていう言い方と桑原って最近聞かないよね。もう平成終わろうとしてるからね。さて、私見たんです。レモン様がガラム軍を引き連れて。レモンな、あのガストンみたいな人よ。レモン様は正義感の強い素敵な方だと密かにお慕い申し上げていたのに。レモンはすごい嫌がったよね。ね、お嬢ちゃん。すまんかった。お前さんはグランシールの人じゃな。 お願いじゃ。国に戻ったらわしの息子に伝えてくされ。なんて、早く一刻も早く村に戻ってくるようにと。
ああこんなことならあの子を黙って生かすんじゃなかった。こんなことになると誰も思ってないもんね。グランシール平和だったからね。あのおじいちゃんも大変やな。きっとハウレさんはガラム兵に殺されたんだ。よう知っとるがな。俺ガラム兵に憧れていたけどもうやめた。人を殺すなんて俺にはできないよ。兵隊である以上いつか誰かを殺す可能性があるからね。その辺を覚悟してないと兵隊にはなっちゃいけないんですよ。でここはカズンの隣にいた女の子だね。イールの村には絶対に戦争に関わってはいけないって、そういう決まりがあるの。この村は戦争を避けて逃げてきた人をかくまうためにあるのよ。だからあなたたちが戦争が嫌になったらいつでもここに来てね。国の人にもそう伝えてあげて。ガラムから、ガラムじゃねえや、グランシールからここに越してくる人いるんだろうか。ジッポよ、君のせいでこれからたくさんの人が死ぬんだ。世界平和のためにその身を捧げるんだな。ただいまー、グランシール。そういうテンションじゃなかったね。襲われた後だったんだもんね。平和ボケしてるからよ。すでに絶命している。ボーイは心が痛んだね。あんな元気に声かけて、そしてディフェンスしてくれたおじさんやったのにな。そら心が痛むわ。自分の生まれた村生かされている。この人たちは生かされている。占いばあさんもおらんなったし、いろいろ一応回ってみる。こうびっくりした。あのねガラムの兵隊さんたちがここの扉を壊したの。ここって何だったっけ。ここにいた珍しい生き物はみんな逃げ出していったんだ。あ、カメっぽいやつがいたよね。緑亀探そうよ。あいつだけ顔グラがあったからってどっかいんのかな。探すよ。緑亀探さないと先に行けない。いたわ。ブルブルブルカメ。語尾がカメだ。震えています。名前を呼んでみますか。はい。誰や。こいつは誰だ。デフォルトにしたら OK なのかな。ボーイはキウイと言いながら手招きしてみた。よく名前わかるな。キウイ。カメーカメー。緑色やからキウイなのかな。緑亀のキウイが仲間になった。それとも意外とケムクジャラだったのかな。何をもってボーイ君はキウイって言ったんやろうな。名札がついてたんだろうか。あついてくるぞ。いいぞ。そして仲間になったということは、はい、緑亀だ。ガチ緑亀。体力少な。防御力高くね。やったぜ。魔法に弱いな。ただうーん持ち物を持っていない。どうするかな。あ、港は平和だ。今寮から戻ったらガラモ軍が攻めてきたって言うじゃねえか。本当か。それでお城の方はどうなっちまったんで。やっぱお城に行くんだね。ちょっとこの辺をまず散策してから行こうぜ。情報収集よ。敵を知るにはまず味方側からね、知っていかなきゃいけないからね。ボーイ君は長いこと住んでたけど、俺はこの世界に旅立ってまだ数日しか経っとらんからな。町の人にあまり思い入れがないんだ。いないわ。アストラル様がいない。え、じゃあもうお城かい？いやでも一応全部建物回ってみたいよね。教会か。あ、いる。セーブしとこうぜ。ガラムの兵士が入ってきても絶対逆らっちゃダメよ。いいわね。分かったわね。女子供といえど容赦はしねえみたいな感じなのかな。まったく大人たちと来たらだらしないったらありゃしない。ガラム軍が攻めてきたって僕はへっちゃらさ。子供やからな。怖いもん何もない年やからな。刀を前にしたらしょんべんちびりまくってしまうで。ガラム軍は城に行ったようじゃからしばらくは大丈夫だろうが、その後どうなるんだろうか。そのことを思うと、あー、何枚ダブ。ガタガタブルブ出た。ふんたけ市場や。ガラム軍が攻めてくるなんて、私は恐ろしくて。ね、戦争始まるとは思ってなかった。母さん。いや違う、おばさん。まあボーイ、無事だったんだね。あんたが出かけてる間に戦争が始まっちまって、どうなることかと思ってたんだよ。意外とでも、町の景観は保たれてんな。今頃お城の中では、ボーイや、お願いだからお城に行かないでおくれ。アストラル賢者様が一人で頑張ってるんやろ。ちょっと傷薬を、まあ、ポケモンじゃないから実質に行っても傷薬なんてないよね。みんな揃っとるがな。どうしたどうした。あまりにも急なことなので最初は何が何だか。でもこれだけは確かです。どうした。あのレモン様を先頭にしてあっという間にグランシール城に攻め組んでいくのを見ました。レモン様有名なんやな。そしてレモン様やっぱなかなかの豪傑なんだな。関羽みたいな感じなんだろうね。どうしてガラム国はいきなり攻めてきたんだろう。確かにグランシール国とガラム国は友好国のはずだったのに、向こうの中で何があったか知らんからな。ガラム軍が城に行ってから随分時間が経つけど、どうなっちまったんだろう。さっきの騒ぎが嘘みたいに静かになっちまったな。中で何が起こってるんだろう。逆に気になるな。すでに絶命している。
ボーイは心が痛んだ。もう見るとこないんで入っちゃおうか。そこそこいい時間なんだけどな。気になるな。誰もいない。詰所誰もいない。こっちは、あ、獅子類類やんけ。すでに絶命している。ボーイは心が痛んだ。このパターンや。なんかなってる。気になる。戦闘中かな。見てみようぜ。ざわざわ。あ、こいつら全員すでに絶命している人だ。ああ、もうやばい。めっちゃ吸い込まれる。で、あ、生きてる。これは一体何のための戦いなんだろう。死んだフリア。よく見たら顔ボンバーマンみたいになってるわ、あいつら。元からか。なってるわけじゃなくて。さて、入るか。お邪魔しま。あ、賢者様だ。ちょっと裏から。ないね。やっぱ何もないね。あ、ここ初めて調べれるんじゃない？ボディシェイプアップという本がある。初めて調べたけど全然大したもんなかったわ。やっぱね、女性は体のこと気になるんやろうな。男性も気になるしね。ガラム王はどうなされたのだろう。あのような魔法を使われるなど聞いたこともなかったぞ。そんなに操られてんの？すでに絶命している。ボーイは心が痛んだ。たまに話すやつおるから怖いよね。ガラム王の言われていたことは本当は嘘だったのか。グランシル軍は我らガラムに敵意など抱いてはいなかった。ほう。我らグランシール軍は精一杯ガラムと戦った。しかしガラム王の魔法の前にはなすすべもなかったのだ。デーモンブレス使ってきたんじゃないの。シャイニングフォースのボスといえばデーモンブレスみたいなところあるからな。お前、あ、いない。どやしてやろうと思ったのに。見張り番がサボってなければ。おお、来た。そこまで、そこまでです。私にこれ以上剣を使わせないでください、レモン様。めちゃめちゃかっこいいんだが。ガラム王はどこへ行った。もしやイニシエの塔グランドシールに行ったか。こんな声だったっけ。来るなと言われても行かねばならぬのじゃ。あ、動かないでください。でないとあなたのことを倒さねばならなくなる。レモンよ、冷静になれ。お主ほどの武人であればもう感づいたであろうが、ガラム王の言われる通りに我が国が戦を仕掛けたならいくらでも詫びを入れようぞ。しかしガラム王の行動はどう説明をつける気じゃな。なぜ一人で消えたのだ。やめろ、やめてくれ。私は武人として。職業軍人だな。いい加減に目を覚まさんか。お主の目は節穴なのか。残念じゃが奴は悪魔に乗り移られたのだ。もうガラム王ではない。アストラル賢者様の声、喉に来る。エリス姫の悲鳴が聞こえた。いやー、やめてちょうだい。お父様、アストラル誰か助け。ああ、あれはエリスの声だ。王様、しまった。行きがけのダチに姫様を連れて行ったか。めっちゃ噛んだわ。もうこうしておれんぞ。アストラル殿、お待ちください。それ以上進まれると。お主も監視ということでついてくればよかろう。どうじゃ、我ながら名案じゃ。一時休戦と行こうじゃないか、レモンよ。あ、話のわかる男。お前たち何をしとるか。早く私についてまいれ。ほんまに、ほんまよ、烏合の衆だな。